やばいぜー、マイズル真相究明、やばいぜマイズル、ニュースキャスターの森本隆です。今日は2023年の4月26日水曜日です。昨日のニュース皆さん見ましたか？あのアセクの路上でですね、切断された男性の指が見つかりました。路上に放置されていたそうです。あのあたりはですね、まあ未解決の殺人事件が2件もありますので、また猟奇殺人かと思いですね、まあ近隣住民、近隣在住のまあ住民の一人としてですね、心配していましたが、なんと切断された指は落とし物だったそうです。運送会社の60代の男性がスライドドアでですね、指を挟んで切断したまま業務を続けたそうです。スライドドアの運送会社って頭に浮かぶのはこの一社だけ、あの私の知ってる担当者ではないことをもう本当に祈っております。はい、あのいきなりどぎついニュースをお伝えしましたがですね、まあ最初は舞鶴関連のニュースをお伝えしたいと思います。4月29日西舞鶴のふ頭、大延緑地ですね、米田コーヒーの近くのふ頭で1万5000人規模の大型フェスが開催されます。ウーバーワールドとか、清水翔太、ワニマ、ユーリなどの、人気アーティストが舞鶴に行きます。私はですね、まあヒップホップが大好きなんで、R指定というこのラッパーのいる、クリーピーナッツみたいは見たいなぁとは思いますけれどもですね、まあさすがに50歳でフェスはないですね。私はですね、まあ最近なんとかこのラップだけは邦楽聴くようになりましたが、基本はね、あの洋楽しか聴かない人ですんで、このラッパーの R 指定さんしか聞いたことはないのが残念です。私もですね、音楽が大好きなので、まあぜひとも大成功をお祈りしております。ですが、天気予報ではですね、まあ土曜日は雨のようですし、風も強い海辺ということでですね、まあ本当にうまく開催できるのか心配ですよね。うん。舞鶴の人口が、77,222人ですね。今回は1万5000人規模のフェスですので、舞鶴の人口の約5分の1がですね、フェスに来られるということで、ノウハウのないこの舞鶴が本当に対応できるのか、そのあたりも注目したいと思います。はい。舞鶴市のふるさと納税でもこのチケットが販売されていますので、舞鶴市の応援もあるとは思いますがですね、市民向けのアナウンスっていうのは少ないですよね。はい。会場近くの町内会にはですね、もう混雑するとのこの回覧が回ったそうですが、私の会社はですね、会場のすぐ近くですが、未だに何もこの連絡はないです。おそらく西舞鶴周辺はですね、大渋滞になることは予想されますし、まあ違法駐車も多発するとは思います。JR も増便する気配もないので、まあ特に交通網の混雑、そしてトイレの混雑が心配ですよね。海風で風がきつく、まあ寒いと思いますのでですね、体が冷えてトイレもたくさん必要だとは思いますが、本当にこれ大丈夫なんでしょうか。フードコーナーもあるようなんですけれども、1万5000人規模のこの食事はすごいことになりますよね。私はですね、まあ4年ほど前の、3000人規模のイベントでですね、会社として屋台を出して、1日に、100万円ですね、売り上げたことがあります。ボルシチというスープを950食ほど仕込んでですね、売りましたが、めちゃくちゃ大変でした。スタッフ10人でこの挑んでもですね、もう全然さばけないぐらいの量でしたね。舞鶴の屋台で1イベントで、まあ、100万以上売ったのは今のところ、あの、私だけです。はい。今回のイベントはそれよりもはるかに多い1万5000人。飲食店も、まあ、儲かると思いますのでですね、私のこの100万オーバーの記録を破るお店がぜひとも出てきてほしいものです。まあそんな感じで、いろんな意味で注目したイベントですし、まあ私の会社の近所なんでですね、覗きに行きたいところなんですけれども、まあどう見ても、どう考えてもこのどえらい混雑になるのは見えていますのでですね、まあ当日は出社せずにですね、まあ西舞鶴にも行かずに家でのんびりしたいというふうに思っております。会社に無断駐車されそうですのでですね、まあバリケードして監視カメラの角度も変えてですね、
万全の対策はしとくつもりです。やばいぜ舞鶴のこの視聴者の皆さん、フェスに行かれる方がいらっしゃいましたらですね、まあぜひともどういった感じになったのか、ぜひともこの教えてください。よろしくお願いします。参加されない方はですね、道路の渋滞などには注意されて、当日は西舞鶴方面へのですね、車と電車の移動は避けた方がいいとは思います。まあ普通でも国道27号線ですね、西舞鶴のこの京都銀行のあたりはもう大変混み合いますのでですね、まあ1万5000人も来たらどえらい混雑になりそうですね。ですがもうほんま大変ね、もう素敵なこのイベントです。はい、私はもう本当にこの心から大成功していただきたいと願っております。そんな舞鶴初の1万5000人のフェスなんですけれども、まあここはやばいぜ舞鶴です。はい、申し訳ないですけれどもですね、少しだけ小言を言わせてください。このフェスの目的が舞鶴市ふるさと納税のページに掲載されていました。目的はですね、1、舞鶴をまた始まる場所にする。2、音楽を通じて本当はできる、そういうパワーを生み出していく。3、海の京都である舞鶴をみんなに好きになってもらう。この、また始まる場所というのと、本当はできる、この2つのキーワードが私めちゃくちゃ気になりました。詳しくですね、まあ、読んでみるとですね、実行委員会は京都府舞鶴市の音楽を愛する有志で構成されています。僕らは舞鶴の若者たちが少しずつ目の輝きを失っていくのを見てきました。夢を追いかけて大阪や東京まで出て行ったが、夢に敗れてこの町に帰ってくる仲間たちを何人も見てきました。だからこそ僕らは言いたい、本当はできるって。自信をなくしてしまった町の人たちをどうにか勇気づけたい。夢に敗れ帰ってきた仲間たちが胸を張って語れる町にしたい。年に一度の大きなフェスを開催することによって、この町をもう一度始まる場所にしたい。そしてもっと、もっと様々な地域の方に舞鶴を知っていただき、足を運んでもらいたい。素晴らしいアーティストと共に音楽の力で海の京都舞鶴を活気づけたい。この港で新たな出会いを創造しながら次の時代への発展を描いていきたい。そんな思いこそがこのプレイバック、もう一度再開するフェスを立ち上げる原動力となりましたと書いてあります。ここの部分はですね、まあ全く私は共感できません。はい、私ら舞鶴人の多くがですね、まあこの自虐的に、まあ舞鶴は何にもないとか、舞鶴はあかんとか終わってる、夢がないとか言うてますがですね、まあそこはネタであって本心からそんなことは思ってないと思いますよ。はい。そんなこともね、言いながらもまあ私らはまあ住み続けていますからね。まあでもね、それをガチでやっちゃあかんというふうに思います。はい。音楽フェスをね、まあしてくれるのは舞鶴市民としてはもう非常にこのね、感謝しておりますがですね、舞鶴の皆さんに対してですね、舞鶴の若者たちが少しずつこの目の輝きを失っていくだとか、夢に敗れて舞鶴に帰ってくるだとかね、まあ自信をなくしてしまった街の人たちとかって言われると、正直ね、まあ腹が立ってきますよね。うん、こんなことね、面と向かって言われたら、うっさい黙れ余計なお世話じゃ言うて、声を大にして僕やったら言いますよね。はい。イベントをね、まあ企画した方々は夢に敗れてですね、まあ挫折してきたのかもしれませんけれどもですね、まあ関係ない私たち、舞鶴市民までですね、一括りにしないでいただきたいというふうに私は思います。はい。私たちは、好きで舞鶴に住んでるのであってですね、別にこの夢に敗れたわけでもですね、自信をなくしたわけでもありませんからね。はい。私だってですよ、この選挙に負けましたけれども、まあ別に1ミリもこの自信は失っていませんし、別にこの夢に敗れたとも思っておりません。いろいろね、まあ文句は言いますけれどもですね、やっぱ舞鶴に住み続けるのはまあ理由が好きだから、ただそれにつきます。うん。それを、まあ一括りにですね、舞鶴市民を夢に敗れたかわいそうな人たち扱いするのはですね、まあそこはやめていただきたいというふうに思います。やばいぜ舞鶴は、ネガティブな発信でですね、舞鶴の評判を悪くすると言われる方が一部
いらっしゃいますけれども、ヤバイゼ舞鶴は、基本この政治腐敗の話は基本なんですよ。舞鶴を良くするために問題提起をしているだけです。だから、このヤバイゼ舞鶴にはね、舞鶴を良くするための夢が詰まった番組なんですよ、これほんまに。うん。でもね、舞鶴に救う悪い奴ら、ズブズブたちにとっては夢と希望を奪う番組かも、まあ知れませんけれどもね。はい。でもね、まあ私はですね、まあさすがにここまでひどい言い方をしたことはないですね。舞鶴市民は夢に敗れて挫折した人たちっていうなんてですね、まあ思ったことも、それはもう言ったこともありませんからね。まあ、私のこの勝手な憶測なんですけれども、まあ主催者たちはですね、まあこのイベントのスタートは、まあ夢に敗れた舞鶴を再スタートさせたい。まあそういう気持ちで、このような大規模なイベントを開催されたというのは、これはまあ間違いないと思います。うん。まあね、まあそれはそれで、ええとしてですね、まあ結果的にはこの大きなイベントの開催につながったのでですね、まあ悪いことばっかりでもないとは思いますし、まあ、思うのは勝手ですしですね。まあ、原動力にするのもまあ勝手です。うん。まあね。でもね、まあほんまに、それをですね、行政と一緒になって、まあ市民に押し付けるなよとは思いますよね。うん。さすがに、舞鶴市の公式としてのフェスのチケットがですね、まあこのふるさと納税の返礼品になっています。舞鶴のネガティブなイメージをですね、日本全国にばらまくのは、さすがにこの行政としてはですね、絶対にあかんことだと、これ私は思います。舞鶴のふるさと納税のこの、リンクをですね、この概要欄にこれ貼っときますけれども、まあ、ここにこれはっきりとこれ書いてありますね。舞鶴の若者たちが少しずつ目の輝きを失っていくのを見てきました。そんなネガティブすぎる言葉をですね、ふるさと納税のページに使うのは、舞鶴市のこのブランディングとしては絶対にダメだと思います。こんな文言をですよ、舞鶴のふるさと納税のページに掲載したら、役所が認めたのと同じことですからね。うん。舞鶴市の公式見解として、舞鶴の若者たちが少しずつ目の輝きを失っていく。というふうにですね。まあ、言っているのと同じです。これは最悪ですよ、ほんまに。10代、20代のこの二人のね、息子を抱える息子の親父としてもですね。まあ、これは文句を言わせていただきますよ。はい。お役所の皆さんも、まあ、夢に敗れた人たちなのかもこれ知れませんけれどもですね。あなた方と一緒にするなとこの言わせていただきます。この舞鶴のブランディングとしては最悪の仕事を誰がしたのか、興味がありませんか？皆さん興味がありますよね。はい。そこで調べてみましたところ、やっぱりあの方でした。ヤバイゼ舞鶴でナンバーワンの回数を、取り上げられた舞鶴市職員、三輪のりこさんのお仕事でした。数々の問題を起こしてですね、ヤバイゼ舞鶴で暴露された元広報校長課課長の三輪のりこさん。今はふるさと納税担当としてですね、活躍されていますので、このふるさと納税もまあ三輪のりこさんのお仕事だと思われます。電波が届かない電波塔を作った FM 舞鶴事件にですね、コロナの真っ最中に吉本興業のイベントを実施したり、元京都府知事の関連企業に怪しげな仕事を発注したり、アダルト動画の企業に舞鶴の PR 動画を発注したあの三輪のりこさんが今はふるさと納税の担当者としてですね、お仕事をされています。ですので、まあこの舞鶴の若者たちが少しずつ目の輝きを失っていくだとかですね、夢に敗れて舞鶴に帰ってくるだとか、自信をなくしてしまった町の人たちという超ネガティブな文言を舞鶴市のふるさと納税の言葉に取り入れた責任者の一人なんですね。はい。思えば、まあ数々の怪しい事業の推進に加えてですね、まあ広報担当であるにもかかわらず、舞鶴の赤レンガのレンガの文字はですね、ひらがな表記なのにカタカナ表記で SNS の発信をするなど、普通の企業ならクビになるレベルの失敗を平然と繰り返し、まあ隠蔽し続けた方ですので、まあ当たり前のことなのかもしれません。はい。ずるい舞鶴というわけのわからんキャッチコピーもですね、相変わらず継続していますし、舞鶴のブランディング担当が、ぶっちゃけこの舞鶴のブランドを
壊しているとしか思えませんよね。はい。本当にですね、まあここまで出来の悪い行政のブランディング担当者もですね、他にはないとは思います。三輪のりこさん、もうほんまに最悪のブランディング担当者ですよね。はい、ほんま最悪です。はい。まあまあ、いろいろ文句は言いましたけれどもですね、舞鶴の若者たちが少しずつ目の輝きを失っていくだとかですね、夢に破れて舞鶴に帰ってくるだとか、自信をなくしてしまった町の人たちとかと言われること、以外は、まあほんまに素晴らしい取り組みだとは思いますのでですね、大成功をお祈りしております。はい。もう少しだけ、突っ込ませてくださいね。はい。悪気はないのですけれどもですね、やばいぜ、舞鶴的にはもう少しこの辛口にしないとはあかんのでございます。はい。開催地の近くにですね、まあ事務所を構える地元企業としてはですね、まあ他にもいろんな心配があります。付近の違法駐車や放置込み問題もそうですね。はい。周辺の大渋滞も心配ですし、トイレの問題も心配です。会場は特にこの風が強い場所ですしですね、この1万5000人規模にはかなり小さい場所だと思っております。周辺は海ですし、まあ海に落ちたり飛び込んだりする方もいないかこれ心配しております。あんな狭い場所に1万5000人ほんまにこの入るんやろうかと、そこが一番心配ですよね。1万5000人のこの規模感っていうのがですね、私はこのもっともっとこの多いと感じるんですが、ほんまにあの会場にこれ収まるんでしょうか。あとはですね、海風だけはこの注意してほしいですね。はい。巨大なモニターや看板がぶっ飛んだりしないように設営には注意していただきたいです。はい。地元住民もですね、トラブルや事故を心配してされていました。とにかくですね、まあ事故だけはないようにお願いしたいというふうに思います。まあね、ぶっちゃけもっと小さい規模から始めたらよかったのにとも思わないことはないですけれども、まあ本当にこの事故にだけは注意していただきたいというふうに思います。まあとにかくですね、事故がないように成功するようにこのお祈りしております。はい、最後にすいません。もう一つだけ。フェスはですね、無償のボランティアスタッフをこの募集されていましたが、フェスのホームページには、音楽の力で海の京都舞鶴を活気づけたいと、この港で新たな出会いを想像しながら、次の時代への発展を描いていきたいというふうにこれ最後に書いてありました。舞鶴を活気づけたい、発展を描いていきたいのならですね、無償のボランティアスタッフは辞めてですね、有償のアルバイトに変えて、少しでも市民に還元していただきたいというふうに思います。T シャツ1枚のプレゼントでですね、ボランティアスタッフを募集されていますがですね、舞鶴の未来を描くなら、もうぜひとも来年からは、優勝アルバイトでお願いしたいというふうに思います。この、まあ素晴らしい志にですね、まあ無償のボランティアはそぐわないと思います。舞鶴の高校生ぐらいですね、T シャツでも与えとけば喜んで働くやろ。的なこのイメージを持っているとこれ捉えかねませんのでですね、バイト代は僕は支払われた方が良いと思います。はい。チケット代が1万円かける、まあ1万5千人、プラスグッズ収入なんで、まあ軽くこの1億5千万以上の大イベントですよね。リスクも大きいですが、儲けも大きいイベントですから、市民還元もしっかりとすれば長く続くイベントになるとは思います。以上。余計なことをたくさん言いましたがですね、開催地は風が強い、まあほとんどこの会場のイベントです。本当に事故にだけは注意していただきたいというふうに思います。大成功をお祈りしております。まあでもね、ほんまに、あの会場に1万5000人も入るんでしょうかね。まあそこだけがまあほんまに僕は心配です。はい。前置きは長くなりましたがですね、本来は市議会、市役所の市議会での質問をこれ解説するコーナーなんです。はい。今回は、マシモタカシ議員、新生クラブ議員団の質問を解説します。マシモ議員の質問を見ていますとですね、市議の中ではですね、まあ実力者、質問が上手な方に分類されるのではないかというふうに感じました。そんなマシモ、タカシ議員の質問、長いので要約しますとですね、マシモ議員は、現在は地元企業の効率的な公的支援ができていないと、産業支援を効率的に行う部署が必要なのではないか。前に畳市長が提案されていた過小産業振興センターの取り組みは継続するのかというこれ質問をされていました。その質問に対しですね、産業振興部長は関係機関と協議を重ねていくと回答。さらにですね、まあ、真下議員は、鴨田市長はいろいろと見直しを図ると言ってるけど、まあ、ぶっちゃけどうなんと。産業振興部長は関係機関と、議論していくというふうにこれ回答されていました。
マシモ議員はですね、企業の PR と人材確保を支援するために、綾部の軍手スクエアにあるような、既存の企業応援の、企業 PR スペースの設置をしたらどうだったとかですね、あとは人材確保として、募集情報提供等のこのホームページを作成したらええんちゃうのというようなこの意見を述べられておりましたがですね、産業振興部長は今ある舞鶴のホームページでですね、まあ年間7万2000件のアクセスがあるけれどもですね、まあもっともっとこの頑張る、そんな感じの答弁をされていました。この答弁に対してですね、まあ私の意見も述べさせていただきますと、まあこれは教科書的な質問、模範的な回答ですよね。はい。まあ普通の町ならですね、これで良いとは思いますが、舞鶴の現実は特殊すぎて、僕とはちょっと考え方が違います。舞鶴、僕はですね、舞鶴市は極力産業振興にはかからない方が舞鶴活性化のためになるとは思っております。悪化は良化を駆逐するという言葉がありますよね。はい。悪化イコール舞鶴市。舞鶴の産業支援がですね、ひどすぎて良化。産業を駆逐、潰すのです。はい。今まで舞鶴市がやってきた産業支援の代表といえばですね、西インターの付近でですね、まあ人気のあった巨大土産物店をですね、まあ道路を封鎖して侵入を妨害して潰したことを筆頭に、まあ観光業界や一部事業者への超優遇措置ですね。知らされない助成金だとかですね。まあ市役所に逆らう人には交付されない補助金だとか、選挙前の事業者向けのですね、ばらまき交付金などがあります。まあ最近ではですね、まあ民間が全額自腹で作ったカフェのすぐ近くにですよ、助成金をたっぷり詰め込んだカフェを作らせたりすることも、あります。はい。このね、頑張る企業をズブズブたちと手を組んで潰すのが大好きな舞鶴市役所です。とにかくこの一部の人間だけが得をする産業振興なんてもってのほか、新たに産業振興センターなんてできたところでですね、ますますこのズブズブだけが得をする組織になるのは必然ですし、まあそもそもですね、そもそもこの産業振興センターができることと、この舞鶴の産業が発展することはイコールではありません。はい。無駄な組織を作れば逆に仕事をしない公務員をこれ増やすだけです。産業支援は今の制度、このズブズブだけが得をする舞鶴市から即刻ですね、脱却しないと私たちの大切な税金が産業支援の名目で延々とこの寄生虫どもに食い尽くされるだけなんですよね。寄生虫ももうほんまにいい加減に気がついてほしいですよね。寄生、宿主、はい、寄生する先が死んでしまったらもううまい汁も吸えなくなりますよと。はい。これ以上ですね、まあ、ズブズブたちの好き勝手にさせては、これ絶対にいけません。はい。マシモ議員はですね、まあ、大変よく調べられると思いますけれども、もっとこの舞鶴の裏側を知っていただいてですね、まあ、ズブズブたちを規制していただきたいというふうに思います。今後はですね、市長の交代より、ネクストズブズブ問題もこれ勃発します。畳派の、マシモ議員にはですね、まあ、しっかりとチェックをお願いします。はい。次の質問はですね、映画、ラーゲリより愛を込めてが人気だから、まあ、ふるさと納税を活用してですね、展示を充実させて、舞鶴に観光客をもっともっとこれ呼びましょうというこれ提案でした。産業振興部長は、引き上げ記念館は、この映画、ラーゲリより愛を込めてで人気になったので、観光に役に立つので頑張りますと。ふるさと納税の利用は、他部署との関係もあるので、バランスよく使いますと。はい。今後もふるさと納税は増やしていきたい。まあ、そんな回答でした。これにもですね、すいません、一言言わせてください。引き上げ記念館が、まあ、全国的に人気になることにはですね、まあ、市民としてはこの喜ばしいことです。はい。ですが、皆さんはですね、この引き上げ記念館周辺の公害問題をご存知でしょうか？私はですね、引き上げ記念館の PR よりも、この公害問題を解決する方が先だというふうに思います。はい。この問題、2006年ぐらいからですね、まあ一般的にはこの表沙汰になりましたけれども、まあですがそれより以前から、まあ一部のこの市民の間ではですね、よく知られた問題になっております。
はい、これはですね、まあ、引き上げ記念館周辺の某企業から公害ですね、大気汚染が発生しているんです。今までですね、私の知る限りは決着はついていないようです。映画、ラーゲリより愛を込めてでですね、この引き上げ記念館も、まあ、人気になったので、このチャンスに舞鶴市としてはですね、公害問題に取り組まれるべきだと私は思います。舞鶴市は今までこの見せかけだけですね、上辺だけ良い格好をし続けてきました。映画、ラーゲリより愛を込めてで人気になったから、この引き上げ記念館を押すのではなくですね、戦争の悲惨さを解く大切なこの施設として、未来にわたって存続させるためにもですね、隠され続けた地元の公害問題に取り組むべきではないでしょうか。今の舞鶴にはですね、まあ1万5000人も呼ぶような素敵なこのイベントをされる方もいらっしゃいます。そういった方々の力を借りてですね、舞鶴の良いことばかりを PR せずに、古くからのこの舞鶴の社会問題にもですね、しっかりとメスを入れていただきたいというふうに私は願っております。はい。次は、原発関連の質問ですね。マシモ議員は高浜原子力発電所等に関する原発関連の防災や混乱など、様々な対策が必要ですが、鴨田市長の、所信証明から対応策が全く見えてこないと。そこで議会としてはすごく心配だと。原発問題は、鴨田市長の考えるような甘いことではないので、しっかりとやってほしいというこれ要望でした。まあ端的に言うとですね、原発問題に関して、鴨田市長は考えが甘いし、理解していないという、まあかなり辛辣な言い方でしたね。はい、質問に回答した危機管理官は、市長が先頭になってやっていくとこれ回答しましたが、マシモ議員はですね、まあ市長が先頭になってやっていくのは当たり前とこれバッサリやっております。まあこの部分はですね、私もこれ痛快に感じました。マシモ議員やりますよね。はい。確かにですね、まあここは私も聞いていてですね、まあ議会が心配することはこれよく理解できました。私も同じく心配です。特に、この副市長が不在の舞鶴市政ですね。まあ、さらには国と京都府からも距離を置かれています。さすがに、まあ、この災害時に距離を置かれることはないとは、これ信じたいですけれども、万が一、今の段階で災害が生じたら心配ですよね。議会ではなくですね、議会だけではなく、この私も心配しております。僕は、今までのこの鴨田市長を見る限りですね、防災と災害対策は彼には無理だと思って、彼には無理だと私は思っております。舞鶴市議会は元自衛官がこれ3名もいらっしゃいますのでですね、市議会が防災に関してはリードしていただきたいというふうに思っております。はい、以上です。まあ正直ですね、まあ新生クラブ議員団のこの真下隆議員にはですね、今まで、まあ市長の太鼓持ち的なイメージしかこれ持っていませんでしたが、まあ今回の答弁は大変興味深く聞かせていただきました。こういうですね、まあしっかりと議論ができる議員さんがですね、まあズブズブだけではなくてですね、まあ一般市民の声も聞いてくれたらですね、まあ調査してくれたら舞鶴は良くなるのになぁというふうに思いました。舞鶴市議会にはですね、まあ意外に舞鶴市議会はこう意外にちゃんとしているのか、まあそれともまあ市長が頼りないからなのか、市長が頼りないからよく見えるのかですね、まあその判断にはまだもう少し時間が必要ですが、引き続き、次回も議会質問の解説を続けたいというふうに思っております。はい、5月の視聴者コーナーなんですけれどもですね、テーマは舞鶴市役所の対応についてとですね、舞鶴の教育現場について、皆様のご意見やこの情報をお待ちしております。舞鶴給食のね、牛乳事件に、まあ先ほどのこの指の落とし物事件などですね、舞鶴市政以外にもですね、今社会が私はこれ乱れているというふうに感じております。東洋思想ではですね、まあ災害はリーダーの不徳と社会の乱れから生じるとこれ言います。まさにこの今の舞鶴はリーダーの不徳と社会の乱れが起こっている状況。こういう時にこそですね、まあ災害に注意しましょうと。はい。以上、これで終わりたいというふうに思います。
はい。でもね、ちょっともう一個ね、最後だけちょっと一つ言われてほしいんですけれども、今朝もですね、まあ、このフェスの会場の前通ったんですけれどもね、会場狭すぎますよね。あれ、ほんまに収容人数が足りるか、これ心配です。いつもですね、まあ、役所がやっている、このまあ、こうね、環境関連のこの入り込み客数だとか参加数とかっていう、そういう、その1万5千人と、まあ、ほんまにこの実際にチケット入って、買って、この入ってくれる1万5千人をですね、役所の方はこれ勘違いしてるんちゃうんかなっていうふうに思ってますよね。もう舞鶴市とかがやってるこの1万5千人はもうめちゃくちゃこう孵化してますんで、まあその規模のなんか今のこの水曜日時点の設営で見ていると、まあそんな感じなのかなというふうに思ってますんでですね、まあちょっとほんまに僕はこのなんか会場を見る限りこの1万5千人がほんまに入るのかっていうのがすごく心配なんですけれども、まあまあほんまに心からこのね、大成功をお祈りしてますのでですね、まあ関係者の皆様も大変やと思いますが、頑張ってください。注意して、怪我とかね、その事故だけはないようによろしくお願いします。はい、長くなりましたが、これで終わります。どうもありがとうございました。終わりまーす。森本隆です。今回の動画はいかがでしたでしょうか。気に入ってもらったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ヤバイゼマイズルは毎週水曜日と土曜日19時から放送してますので、次回もよろしくお願いします。それでは。